出会ってから30年ぐらいの親友なんですけども、今日は、ね、ちょっとヒデ君の新たな出発にね、花を添える曲を書いてきました。その曲を送りたいと思うんですけども、その前に、ね、ちょっと彼との思い出を一つ一つお話ししようかなと思うんですけども、まあ、小学校の少年野球団というのが、すごい厳しい野球部で、本当に今の時代だったら考えられないような、ケツバットっていうのが、もう平気で行われている、部活だったんですけども、ある河川敷に行って、土日は朝から晩まで練習をしてたんですけども、試合に負けて、コーチに怒られて、立教から立教の間、一周ちょっとお前ら走ってこいって言われて、みんな全員で走らされたんですけども、まあ僕とヒデ君がね、その時ちょっと大幅に遅れてしまって、帰ってきた時に、まあお前ら、あれ取ったんちゃうかと、ということで、ケツ出せって言われて、まあ僕はね、ちょっとごまかそうとして、いや、言ってましたかね、みたいな感じで、ごまかそうとしたんですけど、結局、まあごまかすなって言われて、まあケツバットされて、あの、縛かれて、で、まあお前はどうやって言われた時に、まあヒデはね、ほんまに昔から、今もそうなんですけども、すごい、まあ誠実で、正直者なんですよね。嘘がつけないって。で、彼は正直に少し歩いてしまってました。そしたら、俺はまあ、殴られた、芝からた後なんですけども、あ、こうやって正直に言えば多分助かるバージョンで、コーチ聞き張ったりな、ちょっとしもたなと思ったんですけど、お前歩いとったんかって言って、ヒデも芝からたんですよ。で、正直者も別に、バカ似てるやんと思った記憶がすごい鮮明に覚えてるんですけども、あと、初始貫徹。自分で決めたことをね、絶対に途中で投げ出さないっていうことを、彼の生き様ではずっと、感じてました。大学もね、彼は自分で仕事をしながら、自分でね、学費も稼いで、卒業してっていう、本当になかなかね、真似できないことをやってきた、やつです。なんで、きっとね、ヒデだったら最後までしっかり幸せにしてくれるんじゃないかなと、安心してます。はい。では、そんなヒデにね、心を込めて書いてきた曲を一曲歌わせていただきたいと思います。